眞子さまとですね、小室圭さんのご結婚の問題なんですけども、このところ僕は何人かの方といろいろお話してて、皆さん関心が高いんでいろいろご意見があったりとかね、ご感想申しおっしゃるんですけど、それらを総合すると本当に危機的な状況になってるなと思うんですよ。で、何が僕ね非常に危機的だと思うかというと、もちろんね眞子さまと小室圭さんが、それぞれ幸せになられることが大事だと思うんですよね。で、これはもう大原則として現代社会においてはね、ご結婚というのは2人のね、がお互いに惹かれ合って大事だと思ってて、そしたらその2人が一緒になってね結婚されて幸せになるのがいいって、これ大原則じゃないですか。で、そうじゃない考え方する方もいらっしゃるかもしれないんだけども、基本的にそれが大事だと思ってらっしゃる方いらっしゃる。それをリベラルというのかヒューマニストというのか分かんない、それが大原則だと思うんですけど、今回のそのご結婚の問題で一番危機的だと思うのはですね、そういうふうに思ってらっしゃる方でも、そういうふうに思ってらっしゃる方でも、その、小室圭さんとあとそのお母様がこういうことがあったと、こういうエピソードがいろいろあるじゃないですか、いろいろ報じられていることも含めて、でそのご家族のこととかそういうことをいろいろですね知れば知るほど、いやちょっとこの結婚はっていう方が増えてきちゃうんですよ。これ本当に危機的なことだと思うんですよ。だから大原則としては皆さん眞子さまと小室圭さんのご結婚はいいだろうと、だからね、人としてね、現代のあり方としてそういうふうに思うんだけど、詳細を知れば知るほど小室圭さんのその今までのご発言とかいろいろ、いやちょっとっていう風になっちゃうっていうのが、その大変難しいなと。その、秋篠宮様もそのこの2人のご結婚は、なるべくね多くの国民が祝福される形でみたいなことをおっしゃってたと思うんですけど、もうそこはものすごく難しいなと。つまり一般論としては皆さん賛成なんだけど、具体論っていうか個別論になって詳細を知れば知るほど、いや大変ですねっていう風になっちゃうっていうのがまず第一の難しさだと思うんですけど、第二の難しさってのはその、これもですねいろんな人と話してて、こういう風になっちゃってるということと、ね、秋篠宮の、ご家庭がですね、で悠仁さまが将来天皇に今の皇室典範のあれるとなれるわけなんですけど、そうするとその、小室圭さんがその天皇の、義理のお兄さんになるじゃない、そうですね、義理のお兄さんになるっていうことでどうなんだろうって話があるじゃないですか。でそれと関連してもう、そしたらもう愛子さまでが天皇になられるってことでよろしいんじゃないんでしょうかみたいな話が出てきてるわけですよ、実際にそのいろんな人と話してると。その秋篠宮様の方がなかなかいろいろ難しいんで、その愛子様がね天皇になられるっていうのことでいいんじゃないんですかっていう話が出てきてて、でこれはいろんな考え方あるんですよね。いわゆるその男系天皇論っていうのが根強くあって、でこれは本当に難しい話なんで、僕個人の考え方は、難しいんでないんですけど、っていうかできるだけその今まで続いてきたものは続けていくのがいいだろうっていうのが僕個人的な考え方なんですが、でもその今のだから言いたいことは、その庶民っていうかその一般国民のレベルの感情としては、小室圭さんの問題がここまでこういうふうにいろいろややこしくなってしまってるんで、もうじゃあ愛子様の方でどうでしょうっていうふうにな声が聞こえてきてるんですよね、一部ね。そうすると小室圭さんが眞子さまと結婚なされても、そちらはそちらでっていうふうになるじゃないですかっていうふうになってきているんですよね。でこれもともとその男系天皇論ってあるんだけど、そもそもですね側室制度というのがなくなって、で将来その皇室でお子様が生まれるにせよ、男の方か女の子とか分かんないじゃないですか。例えば悠仁さまの、お子様も、どちらになるか分かんないじゃないですか。だからそもそも側室制度というものはなくなって、近代的なその意味でのご家族ということで、ね、皇室が構成されるようになっていったら、その男女のジェンダーについてある程度その均質なというかですね、男性でも女性でもたとえ男性優先だとしても女性も皇位を継承できるような形にならないと持続可能じゃないことはみんな分かってると思うんですよ、生物学的なロジックとしてね。ってことは依然性はその今のような近代的な家族観のもとで皇室制度を続けていこうとしたら、どっかでその女性が女系が皇位を継ぐってことも認めざるを得ない時が来るのかもしれないって、だから今のところだから先延ばししようとしてるわけですよ、そういう判断を。
でじゃ もう秋篠宮様の方がだからこの小室圭さん の話でちょっとややこしいんで、じゃあ愛子様の方にお願いってか、愛子様の方の愛子様が天皇になられるってことでよろしいんではないんでしょうかっていう声が出てきてるんですけど、これはこれで一つの考え方だと思うんですけど、ただそうするとですね、またちょっと小室圭さんのような方が、つまりだからそれはどういう意味かっていうと、一般の国民が納得できないような何らかのまあことがある方が愛子様 のご相手として、ね、ご結婚相手として浮上してくる可能性もあるわけじゃないですか。これは本当大変ですよね。だから先日お亡くなりになられたそのエリザベス女王の夫気味のフィリップ殿下はたまたま素晴らしい方だったんでよかったんですけど、フィリップ殿下がもし仮にですよ、問題のある方だったらイギリス王室も似たような問題を抱えてたかもしれないんだけど、もちろんこれジェンダー平等の問題でね、本来例えば将来天皇になられる方とか皇太子になられる方の、女性の配偶者が似たようにな一般国民官民といろいろ問題を感じるような方でいらっしゃるっていう可能性もあるわけじゃないですか。だからそれはジェンダー平等なんですけど、ただやっぱりそうは言ってもなんか日本の国の中にある、まあ、伝統的な価値観というか、根強いなんていうか物の見方という意味でおいてはやっぱりその、男性がやはりなんていうかいろいろ例えば上昇志向だとかね、野心だとかね、そういうことで、まあこれすでにもう論述されていることですけども、女性の皇族、特にその皇位継承に関わるような女性の皇族に近づくというリスクっていうのは将来的にあり得るわけじゃないですか。だからどちらにしてもこれ難しいことになってるなと。でそういうふうに総合的に考えると、つまり眞子さまと小室圭さんのご結婚も難しいし、じゃあそれをね、でその庶民感情として具体的な状況を知れば知るほどなんか難しいと感じる人が意外といらっしゃると。でじゃあ愛子さまの方に天皇になっていただくっていうふうにしたとしても、今申し上げたように将来愛子さまの配偶者になられる方にそういう問題が生じないとも限らないってこと でこれ全体としてまとめるとですね、結局そのまあ天皇のが受け継がれてきたっていうね、その僕はその、まあ、前回その動画で申し上げたように天皇制って言葉イデオロギーが入ってて好きじゃないんですけど、まあ、そういう皇室のあり方がずっとあったわけじゃないですか。でそれが先ほど申し上げたその側室制度がでなくなったってことによって、その生物学的な条件として難しい状況が出てくるっていうのがまず一つなんですけど、もう一つがやっぱりそのメディアのあり方、 SNS を含めてその宮内庁もともとパブリックリレーションズのやり方がすごい下手くそなんですけど、それにしてもそのコントロールできないわけですよね、もはやメディアのあり方が。なのでまあその2つの条件ですね、つまり側室制度がなくなって、その生物学的に今までの男系天皇とかそういう話が維持しにくくなってるってことと、もう一個がその、SNS を含めたメディアの状況の変化ということで、おそらくその有史以来続いてきたその天皇皇室のあり方が経験したことがないような状況に今直面しているわけで、そう考えると本当に危機的な状況なんだろうと。で小室圭さんの問題っておそらくそれの一つの表れにしか過ぎないんだろうなと思うんですよ。今言ったような状況が一般的にあるんで、小室圭さんの問題がこれだけクローズアップされて、でこれだけその皇室のあり方を揺るがしてるんだと思うんですけど、今言ったような本質的な問題があるんで、まあ、小室圭さんの問題は引き続きどうなるかわからないですけど、今言ったような諸問題があるんだってことはすごく少なくとも認識して、小室圭さんの問題に矮小化しないでやっぱりちゃんと考えていく必要があるんじゃないかなというふうに私は思いました。はい、以上です。